これらはこの前から気になってる製品管理の問題。この会社はやっぱり問題があるみたいだね。真ん中がずれてるのが結構ある。まあ9ミリよりひどいのはないけど、でも近いのがあるな、これとか。あれはひどかったけど、ここにも何個か、何個か近いものがあります。まあこれも適当に出した100個ちょっとなんだけど、これ全部は全部イタリア製の小さい雷管ですね。この会社は大きい雷管と小さい雷管がなぜか全く同じヘッドスタンプで作ってる。もしかしたら小さい雷管だから同じ穴を開けるためのパンチを使ってるのかな。どうなのかな、これ一発でこの雷管の穴と電荷口を開けるっていうのかな。これで中はどうなってるかっていうと、こんな感じ。結構バレが出てる。他のはやっぱりバリバリですね。なんか段があるけど、ドイツ製の下光と違うね。下光とか、あれなんだっけ、あれどこにあったっけ、あれここにあったっけな。よいしょ。他の会社のから比べるといまいちですよね。あ、ステレアペロー、適当に持ってきたやつ。よいしょ。見てよ、この綺麗な電荷口。完璧に真ん中。あ でもないか。あ、真ん中か。ちょっとずれてるか。あれ。電荷口の完璧なような穴。これも、まあ、ほとんど中心と言った方がいいかな。これが S&P セルラーベロ。まあみんなこんなだったらいいんだけど、これが一番綺麗なもので、もう一つは下光があるけど、下光は手持ちにないので映せません。この子たちと気は違いますね。